近ずっと鳥のね、糞が。よいしょ。つき始めということで、洗車からね、行きたいと思います。2018年下半期がね始まりまして、7月もね始まりまして、本日はまあ1日ちょっとね Vlog という形で撮りたいなと思います。もうね早速今ね洗車を済ませたところですけれども、毎月1回月始めにね洗車をして1ヶ月がスタートでございます。なんかどうもつい 2,3 ヶ月ぐらい前からね、どうもうちの駐車場の上をね飛ぶ鳥の糞の標的にされてるみたいで、毎回毎回綺麗にしても綺麗にしてもね糞を落とされていて、ちょっとね今糞害に困って糞害してるんですけれどもちょっとそんな洗車も済ませまして、一日ちょっと久々にね動画を撮ってみたいなと思います。最近このローソンから出てる翡翠レモンジャスミンティーにねドハマりしてしまって、毎日1日1杯ぐらいねついつい買って飲んでるんですけれども、美味しいですねこれね、めっちゃ美味しい。こんなねいつもパックで入れられるんですけど、これにね缶からただこれに移し替えてるだけっていうところでね、ちょっとガクッとは来たんですけれども、味は非常に美味しくてね気に入っております今。ということで今日はちょっとねライトルームのモバイル版がアップデートしてプリセットがね使用できるようになったので、ついにこれは時代が来たなと。 iPhone でねスマホだけで本当にインスタがはかどる時代が来たな。今までだと僕はモバイル版だと物足りないんでね、パソコンに取り込んで加工をしてからインスタグラムのねアップとしてたんですけれども、いよいよモバイル版もプリセットがね使用できるようになって使いやすくなったということでね、これからはもう普通に一眼で撮った写真も iPhone スマホにそのまま取り込んでね、そこから加工を済ませインスタグラムにねアップできる感じに、これはついに来たなぁと。それをちょっとね試したいなと。とその前にちょっとねホームセンターに行って、今キッチンの棚をね簡単な DIY をしたいなと思ってますので、ちょっとねその物色購入がてらねホームセンターに行きたいなと思っております。よし到着。いつもお世話になってるねカーマホームセンターでございます。資材館ね、よいしょ。無事にね買うことができました。キッチンの壁受け棚をねちょっと簡単なものを作ろうと思うんですけれども、それのね材料を買うことができました。またこれ作る動画ね後日別でアップできればなと思いますけれどもね、ということでようやくですけれども、ちょっとねライトルームのモバイル版のちょっと試しに行きたいなと思います。ちょっとここでね試していきたいと思いますけど、なかなかねその場で撮った写真をそのままインスタグラムにアップしたいんですけど、やっぱりねどうしてもライトルームの加工込みでね出したいところがあるんで、そうするとパソコンを持ってかなきゃいけないんで、それがちょっとねなかなか億劫でなかなかできなかったんですけど、これからもうこれでうまくいけばスマホだけで即時でライトルームのね加工を済ませてアップできると、非常にねいい機能が追加されたなと思ってね、嬉しくて嬉しくてね、本当に早速ちょっと試していきますか。ここでねUHS の本当はソニーのモバイルアプリでも転送できるんですけど、ライトニングでね SD カード接続して写真ね読み込みできるのを買ってみたんで、これでねちょっと試してみたいと思います。出てきたね。で読み込んで、
いいね、気軽にこれで本当にスマホからようやく投稿できるようになった。インスタグラムにね、パソコン返さなくてもライトルームの加工がねできるんで、非常にね使いやすくなってきました、僕は個人的に。でこのプリセットもモバイル版と PC 版で同期してくれるみたいなんで、 PC 版でね新しいプリセットだったり追加するともう自動的にモバイル版にもね使えるようになるので、これはねライトルームもライトルームクラシックからねついに乗り換えの時期が来たのかもしれないですね。帰りますということで帰ってまいりました。ちょうどねZOZOスーツが届いたんで、またねちょっとまたこれはね後日ちょっと試したいなと思いますけど、そしてこれもね届きましたね。これがライトルームクラシックで、これがライトルームですね、新しいライトルーム。同じねプリセットを読み込めて、新しいねライトルームアプリはスマホでもモバイルでもね PC でも同じプリセット同期されるので、非常にね簡単になりました。加工がクラシック版の加工とほぼ見劣りするようなところもねほぼなくなってきましたね今ね。ということでね2018年下半期がスタートしたということで、下半期もねいいスタートが切れそうでございます。ね、DIY だったりまたねいろいろとやりたい欲がちょっと復活してきておりますので、そういったこともまた動画アップできればなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。